さん野球楽しんでますか。カモネギックス監督のシュウです。今日はこの向こうず T シャツこの T シャツで、撮影してますけど、このグラブのメンテナンスをしたいと思います。まずこれ、ブラッシング帰ってきて向こうずから帰ってきてブラッシングだけの状態だったんですけど、でそこからちょっと汚れ落としして一応補給面の、土の汚れは取りました。今日のメンテナンスなんですけど、ちょっと紐がそのままになってるので、実際に向こうずの練習で使ってみて、締めた紐はもうそのままでいいかな、こういう閉じ方でいいかなと思ったんで、余分な紐はちょっと切って、あと縛るところは縛っていきたいなと思います。この親指から出てる紐、これは、思いっきり引っ張ってこれだけ今伸びてて、ここのウェブの部分の硬さをしっかり調節したんで、もうこれで、なんだ、ここで変えることはないのでもう切ってしまいます。こんな感じで、クラブが揺れても、紐が当たったりしないように切りました。で、反対側のここからも出てるんで、これも思いっきり引っ張って止めてあるんでもう切ってしまいます。あとは、指股、指の間を締めたこの紐も、切ってしまいます。こんな程度でしょうか。ちょっと短く切りすぎかな。まあ調整してない人は、残しておいた方がちょっと緩めたりすることができるかもしれませんけど、外野手用で自分はもう締めておきたい感じなので、もう切ってしまいます。また使っていくうちに柔らかくなったらここをしっかり引っ張って、指の動きが一致するように、また調整したいと思います。ただまあ開くことはちょっとしないようにしようかなと思ったんで切りました。で、この背面紐通しは、向こうずの練習で何度も取っているとやっぱり緩んできてしまったので、今調整をしたんですけど、せっかく締めているんで、ここら辺も同じぐらいの力で入れておくと、しっかり全部の指がついてきてくれるかなと思うんで、でこれはここを縛っておきます。こんな感じで縛ったんですけど、ちょっと長いので切っちゃいます。だいぶ短くなりました。これで、結構周りがすっきりしたかなと思います。ちょっと他にも短くしてもいいかなというところあるんですけど、まあこんなもんにして、で、この親指と小指紐は、小指掛け紐はもう小指2本掛けにするために中を切って、もうこの二重の部分が出てきてしまってるんで、まあそれはそのままで、親指掛けは、フィット感ちょっといろいろ考えてそのままにしておこうかなと思います。まあこんなところで紐のメンテナンスは OK ということで、結構先っぽとかが削れてるので、ここにモノグラムに関しては今まではリキッドオイルで、補給面とかを叩いて柔らかくしたんですけど、だいぶ、この革あんまり他のメーカーでは似たような感じがなくて結構早く柔らかくなったんで、長い間結構置いてあるからだと思うんですけど、なんでこのグラブにはこの磯貝スポーツさんのオイルを使おうと思います。これで、あんまりスポンジが入らないようになってるんで、指で薄く塗って塗りすぎないように、塗りすぎないように、全体的に、あんまり柔らかくなるとか重くなるとかいうのではないので、本当に油分の補給という感じで塗っていこうと思います。やっぱり補給面が、向こうずで使って雨上がりだったので、土がついて、取ったんですけど、やっぱりそういう水分がどうしてもあって、それが乾いてカサカサになっているので、そこに塗っていこうと思います。あとはこういう指股とか指先が、
擦れているんで塗っていきます。あとは紐が結構、この紐は結構薄くて、切れないように、ちょっとしっかり油分を補給したいと思います。結構こういうウェブは紐が多いんで、こういったボールがポケットの近くの紐はボールが当たって擦れてるというか結構あるんで、そういうとこも塗っておきます。特にグリップ力とかそういったのはあんまり磯貝さんも押してはないんですけど、本当に伸びが良くて、ですごい浸透している、油分が補給されている感じは結構あるんで、柔らかい感じのオイルになってるんで、これで今後は手入れしていきたいと思います。こうやって紐もすっきり切ったんで、試合でもしっかり腕を振って走れるように、今後ともキャッチボールで、型を整えて、どんな試合でも使っていけたらなと思います。チャンネル登録、ツイッター、フォローぜひよろしくお願いします。